リアルアメリカンヴィンテージスタイルザ・グルビハイ&オールドデビル部の、リキです。ファットハッターの菊池です。東京の方の、ファットハッターさんにお邪魔させていただいているんですけども、ちょっと今日はファットハッターさんのこの店舗内でグルビンカフェ、進めていきたいなというふうに、思いますので、今日は真面目にやります。真面目にやります。今日はお時間のある方は最後までどうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。ザ・ファットハッターの菊池と申します。今から当店ができたのはちょうど7周年が終わったとこなので、7年前、独学で帽子を作ったり、OEM リキヤさんに帽子を納めさせてもらうような仕事をさせていただいたり、自社のブランドの卸ですね。そもそも僕帽子業界入って今会社が17年目なんですよ。17年ね、でスタートはまず帽子のブランドなんですよ。これ工場にやってみなさいっていうふうに逆に後押しがあってスタートしたブランドを立ち上げ、次にお店にを作るっていう、はい、なんか見せたくなってきちゃったんです、このやっててきたことを。このハットがね、はい、ああなるほど、いろいろこだわってきたこの、はい、内容とか。そうなんです、もう見せたくなってしまって。なるほどねで結構マニアックなことやってんじゃないのかなって自分自身は分かんなかったんですよ。もうがむしゃらにやってたんで、あ、ある時これ見せたいなってなったら結構マニアックなことやってるメーカーかもと思って。こだわりがねすごくあって、僕もすごく気に入ってる、ハットなんですけども、ファットハッターっていうのは、うん、このアトリエでしか生み出さないものが、ファットハッターって逆に刻印がつく。あ、なるほど、はい、工場に出さないっていうところですね。もうここのアトリエの中で生み出されるのがファットハッターっていうところ。なんか量産が効かないんですよね。あ、なるほどね、減産数があ、そっか、一個一個作って手作りなんで、はい、あ、なるほど、はい、卸し欲しいよっていうお客さんたくさんいらっしゃったので、いや月産数決まって50個なんで卸せないんですよっていう断りを2年目やったんですよ。あ、作ってもらいたいんですか。仕入れ出してっていろんなところが取られたので、いやここで作ってるんでちょっと卸せないんですよ。じゃあちょっと貴重ですね。そうなんです、これ大変貴重です。大変貴重ですね。ファットハッターさんのそのコンセプトっていうのが、はい、なんかやっぱりアメリカのこう古き良き時代の、まあ、大体40年代とか50年代とか、はい、あの辺のスタイルの作り込みしてるなってちょっと僕は展示会で見てて。ああそうですか、はい、で結構ね僕はハットがすごい大好きだったんで、はい、グルービンもね一番初めはね自分でハットを作った。ああそうなんですか。だけどね、ハットはね本当に難しい、作るのが。ハットは本当にできなかったね。どっか何が難しかったんですか。そうんとね、形が思ったようにできない、自分のイメージしたね。工場出しですか。工場に出して何回も作ったんだけど結局作れなくて、はい、でね、まあ表現の仕方がいいのか分かんないけど、モグロ服装みたくなっちゃうんですよ。ああ、丸い、うん、で日本人の頭ってやっぱ丸い。オーバルは丸に近いですね。はい、で例えば欧米の方って結構こういう楕円型じゃない、はいはい、でだから帽子もヴィンテージの昔のアメリカですって結構こう楕円型でこう作られてるのが結構多いかなって、はい、それを復元しようと思ったらやっぱり日本人用に作っちゃうからどうしても丸型で、オーバルが丸いんですよね、うん、だから見るパッと見なんかこうまあ、モグロ福蔵さんみたいな感じのちょっとこう、はい、ブブイロックリな感じ。そうそう、なんかちょっとイメージの違うハットばっかりできちゃって、はい、あ、これはちょっとハットを作るのはちょっと難しいなと思って、まあ、断念したところにちょうど現れたのが。ああそうだったんですね。そう、だ前にも菊池君と話したけど丸型なんだけど楕円のようにこう見えるような形になってるんだよね。そうなんですよね、うん、横からの彫るのが一番うちも大事にしてるところではあるんですけど。そうね、ここを、曲のこう、あ、前にこう逆三角形に反り上がるように作ってるというか。なるほどね、ちょっとなかなか伝わるかどうかあれなんですけど。そうだね、ここがこう尖ってるとやっぱり、はい、やっぱりかっこいいなって思ってて、はい、あとここのね、後ろもここが四角です、スクエア型スクエア型にこうなってるっていうね、はい、タイプの
ハットでこう作り込むことができるハットだったので、これはぜひお願いしたいなっていうふうにちょっと前々から思っていて、あ、そうだったんです。先ほどね話でしたように、フォルムは、ハンドシェイプって言って手で、一個一個こういう作り込む、はい、フォルムは作っていくんですけど、どっちかっていうと僕ディテールの方の、例えばリボンも、実はこだわりがありまして、どう映る場、そうなんですよね、ここちょっと見えるかな、これこのね上下このリボンの天地に必ず一本筋が入る、これがはい、ヴィンテージハットの特有のリボンなので、うちはもうこっちを採用していて、でまあこれが手に入らないんで、きなりで何十単むちゃ押さえてるんですよ、それをつどつど色を染めていくっていうやり方をしているので、なるほど。でもこれがね、あの流れている、リボンですと、ペタシャムリボンっていうのがあの流れているリボンなんですけど、天地がねポコッポッポしてるんですよ。なんか初めて展示会行った時も菊池くんすごくこうこだわって、はい、あの僕に説明してくれたっていうね、ここだけは多分30分で話しちゃうんですよ結構ね、あ、そうなんだって結構勉強になったんだけど、はい、それからあとは、あ、次はもう後ろですよね、この中身 ね、これ滑りもあの一から作っておりまして、まあ、ヴィンテージがあの通称アイステッチと呼ばれるステッチの入り方が縦に線が入っていってると思うんですよ。この線ね、はい、これアルファベットの I、はい、で通称アイステッチっていうふうに呼ばれていまして、これも、開発、基本的にジグザグなんですよ、ここ。そこをアイステッチに、していく、まあ、これも縫い方の問題とかで結局アイにたどり着いたんですけど、はい、日本のハットの作り方と海外のアメリカのハットの作り方が全然違って、縫ってた時にこれこの縫い方違う、うん、ね、全然違うで、ヴィンテージを解体した時になるほどっていうのはこれには隠されてるんですよ。詳しくはね、まああれなんですけど、これもうミシンが普通のミシンじゃできないんでしょ？できないです。アタッチメントからミシンから開発してうちは作ってますね。なかなか時間がかかりましたね、この開発するのにも。あとやっぱこの形がね、そう、抜群に嬉しいですね、そう言っていただけると。この尖りがね、好きなんですよ。尖り、うん、このなんかね、なんていうんだろう、こうシャープな尖ってるっていうイメージっていうのかな。でこれちょうどね、僕の持ってるヴィンテージを菊池くんに ね、お願いしてこれ作ってもらって、この3本ラインがなんか本当に大変大変、めちゃくちゃ大変めちゃくちゃ大変。もう今からこれも紹介はしていますけど、はい、作るのがちょっと恐ろしいっていうね、もう数ももう本当に、数き限ってあのお願いしますって話をちょっといただいてやっぱこれ、ね、作るとこの3本ラインがねすごく大変らしいので、まあ、いろいろとありがとうございます本当にこの工房をなんか今回特別にこう見せてくれるってことなので、ちょっと中に、あ、ぜひよろしいですか。どうぞどうぞ、はい、スタッフいますけど、もう興味津々の、なんか散らかってて申し訳ありません。あ、いえいえ、すいませんどうぞどうぞ。さて皆さん、これ初ですよほら、これもう超リアルですね、今日ね。超リアルでごめんねすいません、散らかっててもう島くんと林くん、もういつもありがとうございます。興味津々な品物がたくさんあるんですけど、まあ、やっぱり木型ですよね。あ、木型ね、この木型を見てるだけでもね、かっこいいね。結構本当に何、丸型もあれば、はい、もう初めからこの、なんていうの、これ、形が、型がついてるね、ね、はい、変わってるのが。基本的にうちはもう、あれですね、丸がフェルト。丸がフェルト。あ、このタイプ。ハンドシェイプで形作っていくので、丸で仕上げちゃえば、どうとでもできるんで。ただ、夏頃は、ハンドシェイプでもなかなか難しいので、こういった木型に入れて成形していきますね。あ、もう形がそれが決まってるってことね。そうそう、高さもそれで全部決まるっていう。取れるんですよ。あ、取れるんだ。これでノーマルな高さで、これやるとプラス 1.5
2センチ、もうちょっと高さは下駄のように履かせていくことができる。これブリームです、うん、ブリームはブリームでやっぱり型がいろいろとそれぞれあると。はい、はい、これドーナツ。ここに、まあ、これでいいか。こういうふうに入れるわけですね。で、この形状にアイロンを沿わせていく感じです。そうすると、出来上がると少しこのカーブが出るっていうこと。ここのカーブがブリームに反映されてくるってことです。なるほど。これはあのもう独自で作ったパターンってことでしょう。そうです、そうです。これを製図して作ってもらいます。はあ。こっち側も使えるんですよ。今こっち側でも、こっち側でも使えるようになってて、ここに角を持っていくとこういうふうに。なるほど。あ、ちょっとくって上がるような感じでね、はい、ここまで素材を持ってくるんですね。うん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 。で、いらない部分をカットしてパイピングするとこういう風になるっていう。ちょっと新作の今試作品でお願いをしているパナマ、はい、おそらくこれ来年の春夏、春夏に行けろうかな。来年の6月ぐらいじゃないですか、力也さん。ねえ、なんかもう夏は夏でね、ちょっとハットが作りたいなっていうのでちょっとお願いしたものなんだけど、ついに昨日だっけできたよって話いただいてね、こちらが今試作品でちょうど出来上がった、パナマハットで、パナマっていうのはやっぱりいろいろあれでしょ。そう、グレードがグレードがあるんで、目の細かさなんですけど、うん、今回、試作で作ったのがグレード3といって、まあ、比較的世の中に流通している目の細かさのグレード3、うんうんうん、グレード3ですね。あ、こちらね、これがその目の細かさのグレード3というタイプの素材で使ったやつね、はいはい、そうですね。次、まあ、これが3、4、5、6、7、8、9、上に行けば行くほど高くなってくるんですけど、うん、3の次が次8ぐらいまで飛ばないとあんま分かんないんですよ。ああ、差がまり違うと、はい、で、次のお見せするのはグレード8、グレード8、分かるかなってとこなんですけど、ね、あ、この素材の違いがね、はい、細かさですね。あ、でもやっぱ違うね、細かいのと、はい、あと触った感もやっぱり全然違う。違ってきますよね。なんかすごい、うん、全然違う、ね、これがグレード8、これが3に8ってことね。その上、今回宇宙仕込んだのがグレード20、グレード20から一気に20まで飛びます。そうすると3で比較したのが分かりやすいですね。ここまで変わってます。伝わればいいんですけどね。見えるかな。あ、でも細かい、はい、やっぱこうなってくるともう、あ、もう全然こう、なんていうんですかこれ紙みたいなね素晴らしい肌触りが。ここがフェルトでいうとビーバークラスですね。ここがラビットのパワープレーン、一番ベーシックなラビットクオリティですね。なるほど。値段もやっぱり全然違うでしょ。全然違います。ここまあビーバーなんでやっぱり8万か以上、10万ぐらいしますね。大体6万円ぐらいですね。4万円ぐらいですね。なるほど。まあ今回はちょっとね、初歩的な、ものすごくいいものなので。そうだよね。そうだよね。でもなんかゆくゆくはなんかこうビーバーとかね、このグレード20とかね、なんかぜひやっていきたいね。ここまでたどり着きたいですね。たどり着きたいね今菊池君持ってるそれは何ですか。これ正式名称なんていうんだろうね、これね。便利ブリームアップどういうふうに。あ、林くんです。林、ちなみに奥にいるのが、島くん、ね、もう本当にいつも写真でいろいろかっこいい写真をね撮ってくれてありがとうございますこれはどうやって使うんだったかな。なんか変わった、要するにこのブリームの上をエッジをつけるなんて機械というかあれだよね、確かね。で、こうく
こうやって上げてくるとここがブリーフの上げ位置だけ上がってる感じですね。なるほど。あともう一つなんかのなんだっけ、ブリムをカットするやつがなんかラウンディングジャック、ラウンディングジャックですな、何ラウンディングジャックそんなかっこいい名前なのこれラウンディングジャック。ああ、これはそのどうやって使うんでしたか、これ。なんかカッターがついてるんだよね確かね。わかりますか、なんかね、あ、この中ね、成形したやつをこう挟んでで、回すとそうです、切れてカットされる、あ、切れていくっていうね。ここでセンチを調整してね、あ、はい、出来上がり幅ですね。なるほど。アイロンがなんかいっぱいあるのと、これが要するにあれでしょ、アイロンをかけてこう蒸したりとか、そうです、いろいろしながら帽子を一個一個作っていくっていう、はい、スチームをちょっと一回調べてほしい。あ、スチームが出る下にね、これ、あ、ほら、何ですかこれこれ熱いよね、熱いですね。ほら、このスチームじゃない、特注で作ったってこと、これは、ボイラー屋さんがあるんだよな。で、これで蒸しながら一個一個この形を作っていくってことだよね、はい、一個一個これを蒸すんです、こう蒸気当てて。あ、そこでね、ちょっと簡易的な、これはちょっとなかなか見れないよこれあ、そこで蒸して少し温め伸ばし、繊維が柔らかくなって馴染みやすくなるんですよ。それを利用して形に、あ、誰で形をこう決めていくってことね、こう当てていくと形になってくる、はあ、なるほど。フェルトとはまた違う作り方、まあ木型に入れるのは一緒なんですけど、フェルトはまた下処理があってな、糊入れがあったり肉体労働があったり素晴らしい、いや、いろいろと勉強になりましたありがとうございます。今日なんかで本当真面目にやってるでしょ。やってます。今日は今日おちゃらけてないからね、それではちょっと店内の方をいろいろとこう見させていただこうと思うので、まあこんなかっこいいお店ですね、ハットもすごく、かっこいいハットが、並んでおります。ここがウエスタンラインのラビット、バグジーと一緒です、ね、この上がビーバーで、あ、ビーバーね、やっぱこうね、テントに来てる触り比べていただける、うん、で、こっち行くとウエスタンの最上級モデル、ブリムがエッジアップ、ペンシルカール、なるほど、されてたりピンチの付け方が、こっちはティアドロップに対してこっちはセンタークリスでしたり、うん、はい、一番はやっぱり触ってもらえるとその素材の違いとかだと思うんですけど、なるほどなるほど。うちもやっぱりハット作りの基盤として1950年、うん、60年のハット黄金期の、ものづくりをしているので、イキヤさんのグルービンハイと時代背景も近いですし、まず狙ってる国、あ、国ね、はい、もう同じなので、多分、ま、絶対マッチするはずだと思っているんですよ。なるほど、はい、やっぱアメリカを結構意識してる。あ、もちろんアメリカですね、はい、そうです、なんかこうアメリカのなんかね、自分もすごくこの昔のなんかこう泥臭いのが結構好きなんだけどさ多分あれですよね、サラリーマンが、はいはいはい、多い時代なので、普段はスーツにショートブリムのハット、あ、なるほど、ゴーフィフティースなのでリキアさんスタイルの人だったり、いろんなファッションのワークスタイルの人だったりいたんじゃないのかなっていうところだと思うんですよね。結構50年代ぐらいまではやっぱりアメリカってハットの文化だよね。まだ全員ほとんどハット、ほとんど被ってるよね、はい、あれってそうだね、映画とか見てもそうだし、あれじゃハットじゃないですか。そうだよね、あれって産業革命が戦争あって、今度はビジネスでビジネスマンにみんななるので、うんうん、兵隊の方たちが、うんうんうん、
生産終わって、うんうん、なんでみんなスーツ着てトラディショナルだよ。トラディショナルね。スリーピースなのか。なるほどなるほど。ツイードの洋服とか着てたんじゃないですかね。あ、結構いろいろね、なんか昔のこう検索していくと面白いよね、はい、いろいろな文化がね。では今日は、ファットハッターさんにお邪魔させていただいて、いろいろと菊池くんに、このハットに関してのね、お話をいろいろといただきましたけども、グルービンの製品もこうしっかりと並んでるので、はい、お時間がある方はぜひ、ここは渋谷になるんだよね。一応、まあ、渋谷と原宿の中間ですけど、まあどっちでも、まあ、かっこいいお店なのでぜひ、お時間ある方はお越しいただければというふうに、思います。よろしくお願いします。また皆様とお会いできるのを、楽しみにしております。ありがとうございます。